皆さんこんにちは。オリジナルテレビアニメロストソングでメルとコルテを演じています深山愛です。はい、メルはですね、このみちゃんが演じているリンという役の女の子がいるんですけど、リンちゃんのお姉ちゃんというかお母さん的な存在の女の子です。そしてコルテはですね、ゆかりさんが演じているフィーニスの次女としてついている役なんですけど、彼女もとても優しくて、フィーニスと親友みたいな感じのポジションの方ですね。オーディションでは私メルで実は受けていたんですけど、当日コルテもぜひ受けてくださいということだったので、コルテを受けさせていただいて、で決まりましたっていうのがまさかの二役だったので、一体なぜ二役やることになったんだろうと思って監督にお話を伺ったら、実は理由があるんですけど秘密ですって言われたので、なんだろうなって思っていたんですが、収録していくとなるほどねということで、分かったことがあったんですけど、まだ言えません。はい、なのでぜひ皆さん見て確かめてみてください。そうですね、収録現場楽しかったですね。やっぱオリジナルアニメということもあって、全然先が全く分からないので、みんなでこう台本を読みながら、これはどういうことなんだろうねとか、謎解きゲームのような感じで毎回収録してました。見どころ、もう私自身がびっくりすることが多すぎて、なんかもう監督が秘密だってニヤニヤしてたのが分かりました。でも本当に最後まで見ないと分からないことが多すぎて、多分一度見ただけでは多分分からないんじゃないかなっていうところもあるので、ぜひ見直して、最終話まで見たら1話まで戻ってもう1回っていうのを皆さんにやってほしいなと思いますね。あとはフィーニスとリンの歌にはぜひ注目してもらいたいなと思います。私もまだ実は聞けてないので楽しみにしてます。ということで、オリジナルテレビアニメロストソング、ぜひ見てください。では私はメル役とコルテ役の深山愛でした。バイバーイ。